ハートありがとうございます。ハイチ君キネルありがとう。皆さんおはようございます。おはよう。今日はちょっとね、朝ちょっと長いことできないんですけど、21時からショールームするんで、ルミナたちを押さないための誓い、好きなソって名前の方がいる、かわいい。またありがとう。でさ、気になるワンツブさん、本当ありがとう。あ、そうよろしく。あ、そうじゃん、5月になりました。5月もね、ぜひとも仲良くしてください。よろしくお願いします。あっちゅう間にだ、ほんまにもう夏ですよ。まあ、まだ春ですけど、まだ春か、あ、6月から夏だよね。まだ春だけど、まあ、ね、ぶっちぎれ。トシさん、トムトムさん、ハートありがとう。ねえ、確かにね、ちょっと梅雨がめんどくさいよね。私もさ、低気圧、偏頭痛が来るので、雨降るとちょっと頭痛くなるんで、ちょっとそれがめんどくさいなっていう感じですね。昨日もちょっと頭痛くて、昨日ちょっとなんかめっちゃ雨降ったわけじゃないんですけど、昨日なんか雨ちらほら降るみたいな感じで、痛い痛いってなったんで、ちょっとそれだけは、小学校の時あんま好きだったんですけどね。トシさん、またありがとう。昔からでさ、かわいい、ありがとう。傘させるんだよ、私。あんま好きだったんですけど、小学校の時は。もうでも、バラ、トシさん、ありがとう。コストサスクスの好きだった。なんかとか、濡れるのも好きだった。雨に濡れるのも、嫌なこと全部忘れさせてくれるような気がして。詩人になった感じ、なんかみたいな。キョピさん、ありがとう。偏頭痛の原因って200ぐらいある。まあね、雨だけじゃないよね。その肩凝ってたらなったりするし。ケントさん、ありがとう。怒ってしまう。今日は暗いけど。雨ってね、バリバリ雨ってね。あ、でも昼から止むわ。3時ぐらいから止む。あ、今日寒いね。19度。見つけた奇跡はあやふやだけど、心のひら柔らかくほら撫でてく。
ちらお昼から雨予報、あバトンタッチ、やばい、お腹すいたわ。じゃん、カフェラテ。鈴木、今日はとりあえず7時までで30分だけしてっていう感じにしようと思うので、よろしくお願いします。ちょっと朝短いけど21時から待っててねっていう感じでよろしくお願いします。ちょっとね、準備しなきゃいけないんで今日早いんです、すごい早いんで、いつもと同じ時間だったら大丈夫だったけど、私の心の余裕と、あじゃーん、このゴディバのやつパン食べます。好きなんですよね、このチョコチップ上に乗ってるやつ。てか普通にさ、ちぎりパン好き。パンとカフェラテは合いまって、このちぎりパンさ、ちぎった1個丸ごと食べたらもう6口ぐらいしかない。
今日はじゃんプレゼントいただいたんですよ。いつもありがとうございます。もう読みましたからね、あの歌詞も書いてくださってありがとう。結構私と皆さんのことだったり自分のことに刺さる歌詞でしたね。じゃん、さとみくんのアクリルスタンドもらったありがとう。私こういうのマジで買わないけ、こういうアクスタとかマジで買わんけ、マジで貴重、嬉しい。じゃあすげえ、すごい、じゃーん、さとみくん。明日が増えていくぞ。じゃん、東海太陽のステッカーと、もう全部開けちゃったんですけど、なんかこのクリアなカードのやつは平次が出ました。なんかね、これ面白くて、安室さんなんですけど、ペタカードみたいな、あ、なんかくっつかなくなったなんかこれとこれが裏でこうくっついてなんかペタみたいな、で1枚のカードみたいになるみたいな感じだったんですよ。でこれ開けた時はくっついたんですけど、もうくっつかなくなっちゃったはい、あの安室さんです。じゃあこちら、この種類の中で私一番欲しかったテーモプラオが出ました。イエーイ、嬉しい、マジで嬉しい。テーモプラオとは僕のことさ。オペラオ出た、嬉しい。じゃん、平次のステッカー、じゃん。そしてこちら、さとみくんが出ました、缶バッジ、イエーイ。このさとみくんの絵柄かわいい、バブって。でじゃん、コナンくんのやつはキットが出たんですけど、すごいね、これね、マットなんですよ。なんか普通のやつはこういう感じなんですけど、マットのやつですごくかわいい。見て、じゃん、さとみくんのこのなんかめっちゃ分厚いアクリルブロックキーホルダーですね。推し活するときにつけたいと思います。でこちら、2人がいないときの、一応6人ユニットなんですけど、6人グループか6人グループなんですけど、ちょっと2人がいない時のストップリで、じゃーん、こちらバッチクリップみたいな、こうやってもつけれるし、この安全ピンついてるんで、こうやっても突き出るみたいな。
で北さんとスイープ投手でございます。で最後にじゃーん、こちら診断ですね。こちら私このめっちゃ好きなの名前忘れたんだけど、鬼様変幻の仮面いただきました。ワンボックスでめっちゃ開けたいんですけど、ちょっと時間がないんで、開けてる時間はちょっとさすがになさそうなんでちょっとまた今度開けますね。配信で開けよう。そう配信で開けようって思っててさ、もう一個あるよねまだ開けてないやつ、こっちこれも開けてないもの結構開封動画出さなきゃなってYouTuber みたいな、まだアップしないんだけど動画みたいな。このポストカードとか使いたいんですよね、いただいたんですけど好きなんですよポストカード、なんかでも使いたいな気持ちもあるけど、これは使うもんじゃないかな多分ね元あれ ほら見てこのテイヤモープラノとさ、これでさお揃いでこうやってさつけてさ、え、かわいい。テイエモプロバッチバッチあるバッグ作ろう、かわいい。そう買わなきゃいろいろ、今コナン君じゃないですか、このクリアの買って、でこういうやつをねこうやってつけたいんですよ私。でクリアの iPhone ケースを買わなきゃいけないんですけど、買うのめんどくさくて買ってないのです。てかステッカーどうしよう、ここに置けないよね、ステッカーどこに入れるの、こっちかな、あ、違う違う多分こっちか、あれ何も入ってないぞ、これか、これだ、カード系ここに入れとこ、このステッカー何に貼ろうかな、もういただいたやつ全部つけたいの、どっかまああれかな、キャリーケース、
プレゼントを送ってくれた方が毎回毎回のようにあの私の推しグッズを送ってくださるんでめっちゃ充実してきた。iPhone 何か分からんとケース選ぶ、一応13 Pro です。多分ガチ普通のなんかあの透明なやつが欲しくて、でここにあの推しグッズペタって貼って貼るというかなんか中に入れるみたいな。でここなんか出てるんですよね。だけそれをこう紐でくっつけてこうぶら下がるみたいな。その紐を持ってるんですよ。携帯の中にいっぱい入れとったら、え、ちょっと待って。何見たのかわかんないもう。色あせちゃって。私映画館のやつはね全部入れてたんですけど、この中に。これもある。あ、ミステリーで言わなかった。これはまだ見える。あ、私の常連よく行くお店のステッカーでいただいたのと、あ、もうこれも綺麗に出るでしょ。バイトのやつがいてますね。もう色あせちゃってますね。何もう白い髪だろうね。あ、神戸のやつね。あー、これオーディションの日だ。じゃん、友達。あ、危ない。友達との写真がもうね、見て、ここ色あせちゃってさ、見て、ほら、最悪。バイトしてるの？そうだよ。バイトに履歴書みたいなのを送るときに取りに行った。汗ばむドレス、ダーリンのダンス。でいいよね。どうしたらしで止まらないこの感情。もう5日も経ったの？まだマイナンバーカード作ってなかった。作りな、マイナンバーカード。キポンキポン。アロンゾさん、キンダルありがとうございます。キンダルってやばいね、その略し。もう私よくさ、だるい、だるいは言わないね。めんどくさいっていうか、キンダル、なんか最上級のだるさみたいな。キンダル。それはキンダルよね。みたいなさ。え、ねえ、先生さん、ハートハートハート、ありがとうございます。私はマイナンバーカード作ってるよ。
あるよ。お仕事行ってきます。行ってらっしゃい風船、頑張って。ニタンザンコさん、あずま、ピタリと普通の、ありがとう。マイナンバーカードの私の顔やばいよこれだもんセットしてない髪もうこの状態、このもう前髪分けてで合ってる写真この写真やばいよ。やばすぎって自分でも思ったけど、でもなんかもうお父さんがいいよみたいな。なんかちょうど淡路にいる時にやってお父さんってやってくれて、その時に撮られた写真なんで、めっちゃもういや可愛いよね。もう寝起きではないね、なんかもうオフですみたいな、オフどかです。逆にさ、あのパスポートの顔写真めっちゃ漏れとるんよ。漏れとるっていや、あのそれと比べたら漏れとる ちゃんとめっちゃ化粧しとるし、もうこの状態だけ、マジでこの状態の写真が載ってますって感じ。いつについて。やばい、7時になっちゃった。準備しなきゃいけないだろーい気になる気になるだわ、どうしよう。メイクめんどくさい。風を聞いてた一景的の中に、早いね時間というのは。いつもさ2時間やっとるじゃん。だけどなんかすごい短く感じるね、すごい。ちょっとこれからみんなで流行らせていきましょう。キンダル明太チャリさん、キンハありがとうございます。それマジキンダルだわ、これマジで。うちらでしか分からんから言わないで、言わないでねここででしか言わないで絶対なんか変な顔する。マジ好き、好き。バイト言ってそう。キンダル、いやキンダルだちょっと待ってでも説明が見えないよ。キンダル、なんかショールームで 金色のだるまっていうのがあって、それをちょっと略したキンダルになって、なんかあだるさの極みみたいななんか急に軽い私こんなに陰キャなのに
急になんかギャルギャルさ、あ、気になるみたいな何か気になるやね。じゃあ皆さんこれから私が気になるって言ったら気になる嘘です嘘です嘘ですあ、マジ、あ、マジ気になるちょ、え、今日マジ気になるじゃね超気になるなんだけどチャルチャスさよ、チャルチャスさよね、そう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 かい、はい、5月になりましたよ、皆さん、皆さん5月もよろしくお願いします。それではマピュー伝説持っちゃったんで終わりたいと思います。私の配信はなんかキングか、はい、なんかえめっちゃ動かないと思ったらめっちゃなんか配信画面動かないと思ったらコメント止まってたアナンドさん気になる、ふ、気になる、ありがとう。はい、皆さん今日もありがとう。次は21時からの配信なんでよろしくお願いします。コメント止まってた今いや、また21時からですよ、皆さん忘れないでくださいね。また夜にお会いしましょう。では全然読みますね。13位プレスチャーさん、12位青さん、11位ハンシ君、最後見届けてきました病院に、私の分も見届けてきてね山口で、第10位が明太チャリさん、9位高虎さんかな、8位スペクトルさん、7位山つくれさん、6位ふさん、5位ワンツブさん、4位しょうゆだんごさん、水大戦がワッタン。バツも楽しんでいこうね、キンダルにならずき仕事頑張るって、キンダルにならないのが一番ですねで、第2位がもえさん、ありがとうございます。そして本日の第1位はとしさんです、ありがとうございます。本日じゃないね、今日の朝のお配信ははいです。では、何回も言うんですけれども、また21時からショールーム配信するので、皆さん時間空いてらっしゃる方は見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、じゃあその時にでもポケモンカードあげようかな、あげようかな、すいません、あげようかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さん今日も頑張っていきましょうね。私も頑張ってきます。とりあえず私は準備にしたいと思うんですけどじゃあ皆さんおやすみなさい、うん、またね、バイバイ。